はい。創価大学の木下です。よろしくお願いします。我々が、これまで、統合化推進プログラムで、トーサー科学ポータルの構築、をしてきまして、まず、先にトーサーの重要性についてご説明いたします。トーサーが、生体内のすべての細胞の 表面にこのように、覆っていまして、ウイルスや、様々なその細胞間相互作用のために、この糖鎖が重要な役割を果たしております。また、認知症とか、がん、感染症などにも、関与しているというふうに知られております。タミフルが一つの例として、糖鎖を模倣した、薬として、よく、使われております。また、血液型も糖鎖、の形によって決まっておりまして、糖鎖が細胞の品質を決めるというふうに言われます。そこで、この糖鎖を中心に、データを統合化したものが、このグライコスモスのポータルです。リポジトリというところが、糖鎖に関連する、構造や質量分析の生データ、外構ポスト、ユニカ BR が、あります。で、リソースが、このデータリソースのところに、統合化したデータがありまして、また他にツールズや、標準法の、説明があります。例として、パスウェイから入っていきますと、トーサーに関連する、リアクトームにあるパスウェイが、格納されています。ここに、キーワードを入れますと、パスウェイの名前が出て、の候補が出てきまして、それをクリックしますと、関連する生物種、キュレーションされた生物種のデータが出てきます。で、例えば人を選びますと、これがケラカン硫酸っていう、トーサー、プロテオグリカンの種類の分解パスウェイが出てきます。で、それぞれが、糖鎖の構造だったり、糖鎖に関連する酵素、また、コアタンパク質として、糖鎖が孵化するタンパク質の、グループが見えます。また、さらにこれらの、リンク先には、それぞれの詳細画面がありまして、これは酵素ですけれども、糖鎖も、糖タンパク質でもありますので、糖鎖がどの部位に存在するか、これまで同定されたかっていうのが、文献情報と一緒に、掲載されています。また、コアタンパク質、だけではなくて、レクチンっていうマークもこちらにありますけど、レクチンのデータがある場合、これは別の例ですけれども、このレクチンはどのような糖鎖構造に、結合するかっていう情報も、存在する場合は、表示されます。で、今回の、プロジェクトでは、このリポジトリのデータを、拡充して、多くの、知識の情報を、直接研究者から登録できるような仕組みを作ることです。文献、にも、もちろんデータはありますけれども、直接実験者からデータを受けることで、それを、自動処理してデータリソースの方を拡充する計画になっております。また、これはすべてセマンティックウェブ技術に基づいておりますので、RDF 形式で保存されていて、他のオミクスデータとの、統合化が、しやすくなっております。で、この最初のレクチンマイクロアレイのデータリポジトリですけれども、もともと、グライコスモスに LM グライコムアトラスっていうツールが、ありました。これまで2回ほど更新していまして、マウスの、いろんな臓器の、切片から、レクチンマイクロアレイの、実験を行って、どの部位にどのようなレクチンが結合するか、逆に言うと、その部位にどういう動作コードが存在するかっていうのが、可視化できるようなツールになっております。また、これまでは、創価大学の国際共同研究費で、マイクログライコ DB というデータベースも作って、開発してきました。直接、研究者から、それぞれの、微生物の動作関連パスウェイの情報をいただきまして、例えば、このセルボディをクリックしますと、その中の、動作構造の、配置が、わかりますし、その配置から動作をクリックしますと、その合成経路が表示されるようなデータベースであります。これはすべて、手動でキュレーションしていましたので、もっと、自動化したいということで、リポジトリ、このキュレーションツールを作ることになりました。
また、トライコメイクルも、これまでのプロジェクトで開発してきた、ウェブツールでして、投作関連遺伝子を、合成パスウェイ上に発現量を反映させて、投作構造の予測をする、可視化するツールです。例えば、これは A431 というセルラインですけれども、この発現している、遺伝子が、太く、矢印で示します。で、多くのパスウェイが存在しますので、それぞれのパスウェイがすべて反映、その発現量が反映されるようになっていて、一見関係しなさそうなパスウェイの関係性もこれで、可視化して見やすくなります。パスウェイがないものに対してもこのようにグラフ、で表示しています。で、こういうパスウェイのデータも、直接登録できるように、ガイキャンパスウェイリポジトリ、投作関連パスウェイのリポジトリを開発しております。パスウェイとかタクソン、すべてのキーワードは、既存のボキャブラリーに基づいて登録できるようにし、投作構造もガイトーカン ID から登録できるようになっております。でこれも RDF 化されてアップロードしますと、すべての、データが RDF 化されていきます。ということで、いろんな、様々な方々がパスウェイ情報を登録することで、その RDF 化されていきますので、すべてが一つの大きなパスウェイになり得るような、仕組みを考えております。ちょっとビジーなスライドですけども、これがトライコスモスの全体像になります。標準とかツールが、こちらになりまして、これまでのリポジトリ、外国ポストや該当館あります。で、データリソース、と、多くの国際連携もしております。で、今回のプロジェクトで新しく3つのリポジトリを開発する、予定です、そうすると、このキュレーションシステムを強化することで、このデータをデータリソースの方に拡充、入ってくるような仕組みを考えております。で、こちらに、先ほどの、パブ PDB ももちろんそうですけれども、国際連携として、ミラージュ、バイスペースアライアンス、トーサっていうのも、あります。あと、国際連携としては、アメリカとヨーロッパとも、国際的に組織を作っておりまして、バイスペースアライアンスを通してデータを共有できるようにしております。はい。ミラージュも、そういう、投作関連実験の最低のガイドラインを、報告するガイドラインを提唱しておりまして、リポジトリ、推奨するリポジトリとして、外交官や外交ポスト、外コスモスのものが多く掲載されております。はい。最後に、謝辞ですけども、多くの方々のおかげで、このようなプロジェクトが、推進することができました。ありがとうございます。以上です。